はいどうも、白コリです。コンコリー。ステイシス、ボーントーテム、続きをプレイしていきます。海の上で、廃品回収をして生計を立てている、この夫婦が主人公で、古びた海上施設を見つけたんですけど、通信を取ろうとしても全然取れない。で、内部に入ってみたら、電気もついてないし、何があったんだろう、ここで、っていう感じで、探索しています。今、奥さんが体を張ってね、施設内部を探検しておりまして、これが崩壊したホロー、職員施設に通じるホローは、鋼鉄とケーブルの折り混ざった塊と化している。これね、右クリックすると調べられる場所をね、示してくれるのが結構便利ですね。これも崩壊したホロー。この高さでは、風が露出した建築物と綱引きをはじめ、ホローの骨格の残骸からほとばしる空気が遠吠えの様子を見せ始める。朽ちたクレーン。長期にわたる雨ざらしが、有無を言わさず、クレーンを錆の厚い被膜で包み込んだ。もう老朽化がだいぶ進んじゃっているみたいですね。丸窓。丸窓は結露に覆われているが、薄明かりで内部の様々な形の機械が目視できる。中に入れるのはここだけ。錆びついてる。ここ?錆びついた丸窓?仕上げた手すり。ホローを破壊した事象で一緒に犠牲となったのか、手すりが歪んでいる。これか。うん。何かを、釣るのかい?あ、ねじれた棒?クレーンの一部らしきこの頑丈な棒は窓がしっかり閉まるようその場しのぎで蝶つがいに押し込まれていた。あとはこれ回しそうだよね。動かないのか。ねじれた棒これを渡して、これ一瞬でね、操作キャラクターを変えることができるし、アイテムも自由にね、渡すことができます。で、この、旦那さんの方は、物をね、破壊することができます。これ破壊できる?お!まっすぐに伸ばされた棒。曲がってた棒をまっすぐにしてくれました。いいぞ、ベイビー。これで役立ちそうなまともな武器になった。で、これをまた奥さんの方に渡して、奥さんの方は、アイテムをね、組み合わせて修理することができます。え、このまっすぐに伸ばされた棒で、なんか、できますかね?なんもできないかな。これになんかするんだよね。何と何を組み合わせるとかなかなか、これとこれはどうだ?違うか。これとこれも違ったんですよね。そうだよね。これとこれは違うな。他にもアイテムが必要かな。でもこれとこれがさ、光ってるように見えません？なんかここで使いそうな予感がするんですけど。せっかくここで棒を手に入れたんだから、ここで使いそうなもんじゃないかな。これだよね。このちょっと動きそうな、なんだろう、油とか刺せば動くようになるんかな。ここ?テープ貼る?違う?これじゃない。これは違うと思うな。あ、ここで、なんか、調べるべきところが、ハイライトされるのも、親切ではある。親切ではあるんだけど、もうちょっと探索すべき?なのか?こっち側は行ってないかな。いや、来たな。
見た見た見た。いや、だいたい緑色のところは調べましたし、何かアイテムとかが手に入るところは青色だと思うんですよね。旦那さんの方に切り替えて。いやー、こっちもね、だいたい調べたんですけど、充電ステーションに戻ってきました。ここでフューズを見つけた。フューズを見つけて、こことここ。フューズ。リグの機器と互換性があるはず。じゃあ、これを奥さんに渡して、フューズと、これを組み合わせられる。微妙なフューズボックスだけど、制御ユニットはこれで使えるはず。はい、制御ユニットなら、この人に切り替えて、ドアがね、開かなかったんですけど、これで使えるようになるか。こっちに、これか。この装備、なぜ置き去りにしたんだ？馬の贈り物って聞いたことあるでしょ？ああ、トロイの木馬。これは変電所のメモ。ドアはびくともしねえ。リグはこの大きさらしい。隔壁は磁力で密閉されてる。これを修理した制御ユニット、これどこで使うんだっけ。あ、これはジャンクションボックス。あ、ここに制御ユニットをはめて、お、起動した。巨大なファンの、はい、とりあえず開きました。じゃあ下に向かってみましょう。これで開く。閉ざされた門。古くとも堅牢なグラフェン磁気ロックがスライド式ゲートを固定している。錠前をこじ開けるものが必要だな。ああ、金属製のまっすぐなものってこと。誰かさんが私たちのバールをなくしたりしなければな。いや、俺のサンドイッチを食い上がったカモメが悪い。まっすぐな棒ならあったじゃないですか。この奥さんからまっすぐな棒を渡して、はい。待って待って。先にこっちを調べて、まっすぐな棒で、おぉ、いける？これで、よっしゃ。じゃあ電源を入れ直してみるか。よろしく。行ってみましょう。進んだね。相変わらず暗いな。電気がつけばな。停止したタービン、巨大なリグの脈動する心臓が静かに佇んでいる。変圧器、この複雑な装置で発電系統の電圧を上げる。タービン始動機、古いリグタービンの稼働にはガス触媒が使われる。この古い装置がプラットフォーム全体に電力を供給しているというのだから驚かされる。これを？うむ。燃料切れみたいだな。空の燃料ボンベ、燃料が必要ってこと？あとは、サビトレール。あ、サビトレールは使えますね。はいはいはい。ちょっと待って。一応、他に。あ、傷んだホース。ホースも変えなきゃいけないのかな。じゃあ、磁石はなんて役立たずなドアロック装置なんだ。空の燃料ボンベ。このベイビーは少なくとも一週間はおかわりなしで動かせる。ガスタービンに燃料を注入し、発電プロセスを開始すればの話だが、ボンベはすっからかんだ。サビトレール。こいつのせいでメカアームを失いそうになったことがある。そうなんだ。傷んだホース。チャーリーは小さな裂け目の補修に適した細い指と目を持っている。だからチャーリーならこの問題を解決できるだろう。あれだね、テープがあったから、傷んだホースできそう。で、サビトレールも奥さんに渡して、奥さんの方で燃料ボンベを満タンにできそうな気配がする。まずホースとダクトテープを
組み合わせた。オアラ、虫一匹通さない。また始まった。こじゃれた言葉を使って自分を賢く見せようとする。ハーニー、私の賢さにこじゃれた言葉なんて必要ないわ。補修したホース、少なくとも数時間はテープが持つはず。というわけで旦那さんの方に渡しといて、サビトレールはここかな。Rust in peace. 補修小サビです。Thanks. Heading inside. 中に入るよ。というわけで、あれ、あ、これか。こう回して、はい。入れます。行ってみましょう。Oh. うわ、真っ暗。Power's off here. 電気が来てない。本当にね、探索するのも結構一苦労って感じですけど。障害物、多少なりとも積み重ねられた木箱はバリケードのつもりだったことをはっきりと物語っている。バリケード、なんか生物モンスターとかがいる感じなのかな。え、何、あ、警告、心拍数の上昇検知。なんてことなの。チャーリー、それは何だ。死体。よし、わかった。船へ戻るんだ。いやいや、ダメ、マック。平気だから。平気だと。死体だぞ。それもマジでぐちゃぐちゃなやつ。俺たちは撤収だ。当局に任せよう。死体を見たのは初めてじゃない。スターフォール、覚えてる？あれとは訳が違う。あれはそういう契約だった。そこにあるって。そしてここも同じだってことが分かった。いけるよ。ここで何があったのか見当もつかないんだぞ。そいつを殺した何者かは俺たちのことも殺すかもしれない。その通り、わからない。危険かどうかもわからない。だからそれがわかるまでここにいる。チャーリー、あとちょっとだけ。マック、これが必要なの。やらなきゃ。言ってることがわかるでしょ。ちょっとか。でも次に呼んだらそういうことだぞ。だいぶ心配してくれてるみたいですけど、なんかたまたまこのリグに来たのかと思ったんですけど、目的を持ってここに来たのかな。ちょっとよくわかんないっすね。まず皮の剥がれた男、犠牲者の最後の食事は床にこぼれたままだ。薄明かりの中、殺戮に染まったコンクリートがきらめく。どんな感じになってんの？わお、これってまるで、まるで演出道具みたい。そう、儀式か何かの。そう言っときゃ俺が安心するとでも。なんか生えてるよ。なんか刻まれてますね。刻まれてるし、皮が剥がれて。いや、あ、なんだ、回ったぞ。なんか持たせるのかな。他調べられるとこは、これ？これ取れる感じじゃないですね。なんかアイテムが必要なのか。これね、魔法陣みたいの描かれてますし。臓物、頭上の暗闇に隠れているのは何らかの工芸品か装置か。情報に向かってか細い肉の綱が伸びている。空気の流れに命を吹き込まれた塵の粒子に合わせて糸は毎揺れ動く。各々が光の点を反射する血のビーズが巻き弦から垂れ下がり、壊死した翼を冒涜的に飾り立てる。PDA なんかの記憶があるかな。スティーブン・キャメロン技術院個人ログ。エルスパス博士が何かを持ち上げたり運んだり必要がある場合、力を貸すことになった。どうやら博士の骨はボロボロでチョークのように柔らかいらしい。24時間勤務に戻ったような気分だ。博士は亜鉛と硫黄の匂いがするって話はもうしたかな。博士から亜鉛と硫黄の匂いがするの？見つかりません。37件のログエントリーがリモートで削除されました。前回見つけた端末からも何件かリモートで削除されていましたよね。メッセージ、ハスキン所長へ。ミュールとの通信が途絶えました。はっきりとは言えませんが、全接続が同時に切断するなど機械的なエラーとは思えません。
下層の占領軍は問題なく連絡を取れているようです。ミュールの通信がダウンすれば気づくはずなのに、気にしている様子はありませんから。所長、個人的な見解ですが、ミュールからの情報流出を統制するために連中が通信を切断したのではないでしょうか。下で起きていることを誰にも知られないように。もし私の考えが正しければ、下で行われていることは封鎖ではなく粛清であり、私たちは浄化の対象とみなされないように動くべきです。下で起きていることを誰にも知られないように、封鎖ではなく粛清、浄化。個人ログ、所長によるとほとんどのシステムはリモートでシャットダウンされているらしい。使おうとすると喪失と表示され、ディープシー15号はすでに存在しないと言われる。ブルーヘブンにいた70年代にこれと同じようなことをやった。できる限りの人員とデータを避難させ、その場所を焼き払うというもので、これをゴートファック作戦と命名した。標準的な手順は現場を自爆させることだった。これは物的証拠をなくして異国化させ、脳内で話の筋道を描く時間を稼ぐことができる。で、これも削除されて、次がメッセージ、全リスト、すべてのチャンネルに送信中。誰かいないか。所長の命令で貨物の運搬を手伝ったことまでは覚えているんだが、その後何か重いもので頭を殴られて気を失ったんだ。部屋には私とエルスパス博士しかいなかった。目が覚めると血まみれで、あたりに人気はなかった。ここで一体何があったんだ。気を失っている間に何かが起きた。個人ログ、上陸地点に大量のゴミが漂着した。セバスチャン号のライフジャケットや装備品やら、船長には言わないでおこう。うまくやれるわけないし。個人ログ、ああなんてことだ。金が戻ってきて、何かが這い出してきた。悲鳴が聞こえた。あれは人間の声じゃない。金が戻ってきて。メッセージ、ハスキン所長へ。所長、ゼントリーガンを稼働させました。奇跡的に DNA 検出器も使えます。皮膚からサンプルを採取できれば、そいつだけを狙い撃ちにできます。こいつの一斉射撃が戦場で戦車の装甲に穴を開けたのを見たことがあるのです。かすっただけでミンチでしょうな。バッテリーが上がったので、ケーブルは送電網に接続してます。我々が電力を抑えて弾薬があるうちは稼働し続けるはずです。それと私が作業している間に月面へのアップロードが完了したので、連中は欲しいデータを手に入れたようです。直後にシステムがサーバーのローカルデータ再構築を始めました。少し時間がかかりましたが、この作戦に関する記述がシステムから全て削除されていることを突き止めました。ここまでかもしれません。 DNA 検出器、皮膚からサンプル、そいつだけ狙い撃ち、この作戦に関する記述が全て削除。個人ログ、チクタク、それしか聞こえない。ゴートファック作戦はいつも大爆発で終わる。あれ、爆発しなかった。シドがやられた。悲鳴が聞こえ死んでしまった。メッセージ、ハスキン所長へ。所長、お休み中でしたがちょっと出てきます。古い発電機を手入れしてきます。燃料補給が必要です。取り返しのつかないことになる前にやっておかないと。念のためドアに鍵をかけてください。頼みましたよ所長。私は先のことを考えて、物資の回収と長距離ラジオの応急修理を始めないといけません。状況を考えると感傷的で少し馬鹿げているようにも思えますが、お礼庫から花を少し持って帰るつもりです。エベットは黄色いひなぎくが好きでしたし、丁重に見送った方が気も晴れるでしょう。元気を出してください。また後で所長。発電機の燃料補給をしようと思ったんだ。だけど燃料の場所は書かれてないですね。そうか。オートファック作戦のようにここを爆破しようとしたんですかね。すべてを抹殺するために。これは大型設備、特定の液体を扱うための休止状態のろ過器や処理器であろうか。重々しい装置が部屋の奥でおぼろげに佇んでいる。
スクラップを保管するための仮置き場としても使われていたようだ。変電所の注意書き。うん。ああ、これ、他の場所でも、こういったメモがありましたね。一応、スクショ取っておきます。まだ、探索できるとこがありそうですね。垂れた鎖、ぶら下がった雑多な鎖が、隙間風の柔らかい流れの中で、静かに音を立てる。エレベーター制御盤。エレベーターの扉はこの制御盤で操作する。電気がなきゃエレベーターも動かないじゃない。それには燃料が必要で、未知のコンソール。この装置がどのような目的で使用されているのかははっきりしない。最もありえそうなのは、受容器に敵化された物質の分析だが、電源がないことには知りようがない。これも電気がつかないと。防水シート、部屋の中央に突き刺さった鉄骨を覆うために、ずっしりとした箔付き防水シートが数枚使われている。しかし、その試みはあまり進展がないまま断念された。あ、燃料シリンダーの補給所だ。使えそうか？見た感じ。そりゃ助かる。燃料混合所。この装置で様々な混合燃料を混ぜ合わせてキャニスターに分注できる。化学物質の適切な組み合わせを知ることが肝要となる。ん、ドライバーだ。ドライバーを手に入れた。なるほど。ここに？ここに化学物質を取ってこないといけないのか。バリケードの反対側。果たしてバリケードのどちら側を封鎖しようとしていたのか、今一つ判然としない。ドライバー、前のドライバーはマックがイルカに投げつけてしまった。怒りを抑えられないらしい。イルカに投げつけたの？え、ドライバー？なんか、燃料を取り出すみたいなとこ、あったっけ？これあれですね。キャラクターによって、道具に対するコメントが違いますね。ドライバー、最高のドライバーってのは、ハンドルが手に馴染むものだ。残念ながらこいつは違う。このお上品なやつは、イルカの頭にでもぶん投げちまおうか。セリフが違う。すごい凝ってる。はい。なんか今できることってのは、やっぱ、ここに何かを持たせてみる。あ、おうおうおう。無効化されたセキュリティインプラント。これは血じゃないから、うんうん、ただのケチャップだから。セキュリティインプラント？なんで植物生えてんの？そうか。セキュリティインプラントを渡してみると、軍人時代にこいつを右足に埋め込んだ。無効化されたセキュリティインプラント。どうにか有効化しないといけないのかな？何に使えるかな？化学物質見つかりそうにないんですけど、燃料ボンベ、あ、ボンベを入れたら？これ？おわ。なんだこれ。なんかこんな感じのメモありましたっけ？いや、私が撮ったスクショは、違うわ。アルファベットだったから、なんか違うわ。なんだこれ、どういうことだ？え？満タンの燃料ボンベ。本当に大丈夫これ。あれは何だったの？ボタンは。いいのこれで。中身間違ってない？
はい、燃料ボンベと、あ、ホース先にやるんだった。ああ、ああ、大変。ああ、ステーシス。ああ、こういう死亡シーンもあるのね。ああ、で、直前からデスワン。初めての死亡演出を見ました。ホースが先ね。ホースが先、オッケーオッケーオッケー。これでオッケー？バルブを回して。これでいけた？もっと回せ。もう OK。ボンベなくなっちゃったけど。もういいのこれ。これ違うってこと？燃料が違うってことなのかな？なんか、そんな感じしますよね。だから、ここで、やっぱ、正解の、これを入力しないとダメな気がする。じゃないと発電に使える燃料が多分もらえないんだ。なんとなくヒントになりそうなのがこれかなって思ったんですけど、記号じゃないですもんね。他になんかそれっぽいのはないし、記号は見かけた覚えがないんだよな。端末とかでも記号はなかったと思う。はい、今回はここで一旦区切りたいと思います。次回、正しいガスボンベの中身をどうにか突き止めて発電機を動かしたいですね。この皮を剥がれた男の死体、この魔法陣、繋がった臓物、一体ここで何が行われていたんでしょうか。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。